県議会の第3回後期定例会は今日開会し、県職員の給与改定や県立高校に鍵付きのロッカーを整備する費用など53億円余りを増額する補正予算案など30議案が提出されました。一般会計の補正予算額は53億5396万円です。そのような内容ですが、人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増額を行うほか、 県立高校での施錠可能なロッカーの整備や、群馬病院内に、文教室を設置するための整備を行います一般会計の補正予算案は、53億5396万円で、補正後の総額は、7969億8516万円となります。このうち 県立高校で生徒自身が個人用のパソコンを持ち込んで授業を受けていることから盗難防止のために鍵付きのロッカーを整備する費用として8900万円余りを充てますまた人事委員会の勧告に基づく職員の給与改定も行われることからそれに伴う増額分も盛り込まれました県議会の一般質問は 今月28日と29日、それに来月3日に行われ、群馬テレビで生中継します。